市民活動支援センターの大坪です。市民活動団体を紹介するシリーズ第12弾です。今回紹介するのは先生の区会です。代表の森永さんにお話を伺います。森永さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめに先生の区会について紹介していただけますか。先生の区会は小学校や中学校の現役教師を中心に2021年に結成したグループです。現在会社員や自営業、仕事を引退した人など職業も年齢も幅広いメンバー20人ほどで活動しています。伊賀地域の子どもたちに俳句の楽しさを伝えることを念頭に、メンバー自身も俳句の楽しさを知るため定期的に区会を開催しています。活動全体を通して俳句の町伊賀を盛り上げていければと思っています。最初は先生たちで結成して、今では仕事も年代も幅広い皆さんが活動しているんですね。それではこれまでの活動を具体的に紹介していただけますか。はい、月に1回程度メンバー同士が集まるかオンラインで区会を開いています。また小学校や中学校での俳句指導や伊賀上野城と連携した小学生の俳句作りイベントなども開催しました。そして今年の活動の中心は俳句カードゲームザ・区会の開発研究です。俳句を作る難しさをシンプルに、そして区会の持つ面白さを最大限にというコンセプトのもと、2音が書かれたカードをお題の句に当てはめるだけで俳句が完成するカードゲームを開発しました。配られた3枚の手札からお題に当てはまる1枚を選んで句を完成させ、できた句についてプレイヤー同士で意見を交換します。手札から2音を選ぶと、いろいろな解釈ができる句やファンタジーな句、どこかで聞いたことのあるような句があっという間に出来上がります。俳句作りが初めての人、また俳句といえば学校の宿題というイメージが強くて親しみが持てなかったという人も気軽に俳句に触れることができます。ゲームではプレイヤー同士で意見を交換し、一番いいと思う句に投票します。この参加者とのコミュニケーションも俳句カードゲームの醍醐味です。私も以前ザ・区会を体験させていただきました。2音のカードはひらがなで書かれていますから、同じ音で異なる意味を持つ言葉もあって頭の体操になりました。参加者で意見を出し合い、そういう解釈もあるんだと日本語の面白さを感じました。カードのデザインや好きな句に投票するときに使う水引きのポイントチップもおしゃれですね。はい、会のメンバーで意見を出し合い、より楽しくゲームに参加してもらえるよう見た目も工夫しています。お題の句は40種類あり、有名な句から新しい句まで様々です。1ゲームは20分くらいの長さで、途中でお題の句が変わってしまうといった特別なカードも用意し、最後まで楽しめるよう工夫しました。このカードゲームザ・区会を制作して学校に届けるための費用を先日までクラウドファンディングを使って募集されていましたね。はい、3段階の目標を設定して支援を募りました。おかげさまで最終目標まで達成し、伊賀市の小学校、中学校と名張市の小学校にザ・区会をお届けできることになりました。全国各地からたくさんのご支援と応援メッセージありがとうございました。現在はカードゲームの完成に向け、最終の確認と学校に届ける準備を進めているところです。完成のお披露目は10月12日の芭蕉祭です。伊賀市の芭蕉王生誕380年記念事業の補助事業として、ザ・区会の完成発表と体験会をハイトピア伊賀で行います。イベントの後、伊賀市の小学校と中学校、名張市の小学校にカードゲームを順次お届けしていきます。多くの支援と応援の声があって目標が達成されたんですね。
先生の区会で一緒に活動したい、カードゲームを体験してみたいという人はどうしたらいいですか？はい、先生の区会のインスタグラムがあります。メッセージ機能を使ってご連絡ください。先生とありますが、メンバーは職業年齢問わずどなたでも歓迎です。今月はパスでも大丈夫です。やりたい人はどんどん参加してください。またクラウドファンディングでの支援の受付は終了していますが、企業などからの協賛は引き続き受け付けております。ご協力をよろしくお願いします。10月12日の完成発表会、体験会の詳細をはじめ、今後の情報はインスタグラムなどの SNS で発信していきます。ぜひフォローをお願いします。市民活動支援センターでもフォローして情報をいつも拝見しています。先生の区会の活動目標の一つが、芭蕉祭を伊賀市民にとって憧れる大会にすることという投稿が印象的でした。今年の芭蕉王生誕380年記念事業では、森永さんは先生の区会の代表としてもう一つ大きなイベントを担っているんですよね。はい、8月24日にハイトピア伊賀で行われる小学生を対象とした芭蕉王生誕380年記念事業、水田わさびさんと俳句を楽しむぐりに私が講師として出演します。水田わさびさんや森永さんと楽しく俳句が学べるイベントですね。これからの活躍も楽しみにしています。今後も俳句の町伊賀を盛り上げる様々な活動をしていきます。興味を持っていただけた人はぜひ気軽にご連絡をお待ちしております。森永さん、今回はありがとうございました。ありがとうございました。先生の区会についてもっと知りたい、または会員になりたい人は、先生の区会のインスタグラムをご覧いただくか、市民活動支援センターまでご連絡ください。今回紹介した先生の区会のように、市民活動支援センターでは市民活動団体として登録していただく団体を募集しています。登録をするとチラシや情報紙を市民活動支援センターに設置したり、市民活動支援センターのブログや Facebook で活動内容を紹介するなど、効果的な情報発信ができます。その他、安価での印刷機の利用や無料で交流スペースも利用できます。また活動に関する不安や質問があれば、私が専門スタッフとしてお聞きしますので、ぜひ気軽にご相談ください。登録に関する相談や問い合わせは、市民活動支援センター電話 22-1511、 ファックス 22-0317 までお寄せください。今後も伊賀市で活動している団体を紹介していきたいと思います。以上、市民活動支援センターからお伝えしました。